小出さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。福島第一原発、廃炉に向けた重大な任務が あります。これに向けて、日本がどのような取り組みを行っているのか、それを調べるための調査団 IAEA 国際原子力機関の調査団が2月9日に、訪日しました。はい。まあ、IAEA はですね、福島第一原発の廃炉、これを世界の技術を結集して、廃炉に当たるべきだと言っているということなんですが、今日はですね、この IAEA 国際原子力機関とはどんな組織なのか、小出さんに伺っていきたいと思います。はい。この IAEA、なんですが、はい、本部はオーストリア、ウィーンにあります。はい。予算は2012年度で3億3000万ユーロ、ざっと日本円で4000億円以上の予算を持つ。そして職員は2200人、うち原子力査察官は250人と、いうことですが、国連の機関でありますけれども、まあ、一言でどういう機関だと捉えられていらっしゃいますか。はい。もともと原子力と日本で呼ばれているものは原爆から始まったわけですし、はい、いわゆる核兵器という技術と切っても切れない、裏表の関係にあるわけです。はい。もともと原爆というものは米国が作ったわけで、それ以降ソ連、英国、フランス、中国というような国々が、次々と原爆を作っていったわけです。はい。その中で、まあ、今聞いていただいた5カ国が国連の常任理事国ということになっているわけですが、その5カ国はいわゆる核兵器保有国として、他の国には絶対核兵器を持たせないという路線をずっと敷いてきました。はい。ただし米国などにすると原爆を作るためにもう膨大な施設を作ってしまって、それが国家 にとっての重荷になってきましたので、作ってしまった施設を、まあ、原子力の平和利用、アトムズ・フォー・ピースという演説を米国大統領のアイゼンハワーが1953年にしたのですが、はい。それまでに軍事的な目的で作った工場を平和利用などと言いながら、金儲けのために利用したいと考えたわけです。そのためには世界中に原子力発電を売りつけて金儲けをしなければいけないわけですけれども、はい、先ほど聞いていただいたように原子力と呼ばれている技術と核の技術とは全く同じものなわけで、はい、まあ、平和利用と称してですね、世界中に原子力技術、核技術をばらまいてしまうと、うん、核の独占が崩れてしまうということで、はい、なんとかしなければいけないと米国が思ったわけです。はい。そのために作られた組織が IAEA であって、その組織がやるべき仕事は2つあります。はい。1つは、原子力発電を、まあ、世界中に広めるということですし、うん、はい、もう1つは広めながらも核兵器だけは他の国には持たせてはいけないという、なるほど、うん、その2つの目的を非常にまあ難しい目的なのですけれども、担うために設立されたのが IAEA です。はい。つまり原発をは大いに普及させよう。そうです。しかし核物質が軍事目的に転用されるのは、まあ、阻止するために監視をしていこう。はい。そういう目的だと考えていいですか。はい。おっしゃる通りです。石丸さんが今の極めて明快にまとめてくださった通りの組織なのです。うん、はい。でこの IAEA 実は2005年にノーベル平和賞を受賞していますが、はい、これはどういう理由で受賞したんですかね。うん、まあ、ノーベル平和賞って昔から変だなと私は思ってきました。はい。まあ、かつて例えば佐藤栄作さんがもらったわけですし、うん、イスラエルの首相ももらっている、米国大統領のオバマさんももらっているというようなことで、ノーベル平和賞というのは大変政治的な思惑のもとに与えられてきたんだと思います。うんうん、IAEA も世界中に原子力発電をばらまきながらなおかつ核兵器の拡散を防止するというために、まあ、功績があったという政治的な理由で認められたのだと思います。まあ、この
相矛盾する、原発を普及しながら核物質の拡散を止めるという、まあ、相矛盾する仕事を、まあ、同時にやっているのが IAEA ですね。はい、でこのじゃあ日本との関わりなんですが、はい、ちょっとあの資料を見てみましたところ、はい、日本は非常に多く の施設が IAEA の査察対象になっているんですね。250カ所前後ということなんですが、はい、これは小出さんが働いておられる兄弟原子炉実験所も査察対象なんですか？そうです。ということは査察官が来るんでしょうか？そうです。どういう査察を具体的にするんですか？私の原子炉実験所にももちろん核燃料というものがあるわけですし、一部にはすぐに原爆に転用できるような高濃縮ウランというようなものも私のところにはあるのです、はい、ですからそれがきちっと軍事用に転用されていないかということを調べるのが IAEA の役割ですから、頻繁に私の職場にもやってきます。それは日本人の職員ですか、それともウィーンから？ほとんどは外国の職員です。具体的にはどういうことをするんですか？実験場の中に核物質を格納している場所があるわけです、はい、でそれがどういう場所にどれだけの核物質があるということは例えば私自身も教えてもらえないという、原子炉実験所の中でも超機密事項に属しているわけです。でそういう場所を IAEA の査察官が来て、一箇所ずつ回っていって、本当にその機密を握っている人たちが査察官を案内しながらここにちゃんとあるということを見せて歩くわけです。それがまあ日本中の、まあ、原子力施設関連施設すべてに同じような査察が入っているということですね。そうです。これはこれで、まあ、当然きっちりやってもらわなきゃいけないことではありますね。もちろん私自身はいかなる核兵器にも反対ですから、はい、核兵器が広がっていくということに関しては反対です、はい。ただし、私自身は世界は公平であるべきだと思っていますので、核兵器保有国の5カ国だけは核兵器を持ち続けていて、その他の国は絶対持ってはいけないというようなまず理念自身がおかしいと思います。ですから核兵器保有国がどんどん核兵器を減らしていくという努力とともにですね、他の国は持たないということが同時並行で行われなければいけないのですが、残念ながら現在の世界というのは大変不健康な世界で、はい、米国を中心とするいわゆる支配をする国々がますます支配を強めるというようなことになっているわけで。なるほど。当然そのアメリカ、ロシア、中国等の核大国も、はい、国際原子力機関の査察を受けていると思うんですけれども。受けていないのです。受けていないんですか？はい、核兵器保有国は受けないのです。受けないですか？はい、核兵器に関するものは査察対象外になっているのです。じゃあ原子力発電所はどうですか？中国とかロシアの多分原子力発電所というところは査察を受けていると思います。軍事施設に関しては全く査察を受けないでいいということになっているのです。それやっぱり不公平は不公平です、ね、全く話にならないほどの不公平だと私は思います。なるほど。この原発を普及しながら核物質の拡散は止めなきゃいけない、はい。しかも国によって大国はその中で免除されている部分がある。そうです。不公平は不公平、しかしながら核拡散を、はい、まあ止める権限を与えられているところはちょっとやっぱりしっかり仕事はしてもらわなきゃいけないというところはあるわけですね。そうです、はい、ですから現在の世界の、まあ、矛盾の集約のような場所で IAEA というのは仕事をしているわけです。なるほど。ちなみに現在の IAEA のトップ事務局長は日本人の天野幸也さんです。そうです。小出さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。